はい、こんにちは。整体院店員もほの谷内です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日の話はですね、筋トレについてお話ししたいと思うんですけども、体にしろ顔にしろなんですけど、顔で絞りましょうかね、顔の筋トレについてお話ししたいと思うんですけれども、顔は、筋トレした方がいいのか悪いのかみたいな、結構議論が、巷でされてたりするんですけど、結論から言うと僕の意見としては筋トレガンガンしてもらって結構ですと。その方が顔引き締まるし、むくみも取れます。はい、間違いないです。ただ世の中にはなんか筋トレ反対派みたいな人もいるみたいなんで、まずですね、なぜ筋トレをした方がいいのかというのと、筋トレってそもそもどういう効果があるのかっていうのをもう改めてね、もちろんご存知の方もいるとは思いますけれども、改めてちょっと一度お話ししときたいと思います。はい、筋トレの効果なんですけど、これは筋肉全部ですね、顔も体も含めてですけど、基本的にはこの2つだと思うんですよね。その筋肉自体が引き締まるんで、こうキュッとなるというか、なんていうんですかね、その線として、そのビジュアルとして引き締まった、細くなるわけじゃないですけど引き締まりますよね。で、この2番のこっちですよね、代謝アップっていう部分が、求めてる効果というか、考えうる効果だと思うんですよね。はい、で特にですね、こっちの代謝アップですよね、要はダイエットとか、そういった系でいくと、要は痩せやすい太りにくい体を作るに至っては、筋トレって絶対必要ですよね。はい、そのね、医学的理由なんですけども、筋肉っていうのは、使えば使うほどエネルギーを燃焼するんですよね。はい、で、基礎代謝っていうのがありますよね。基礎代謝っていうのは何もしなくても、要は寝てるだけで、勝手に消耗していくエネルギーのことですよね。で、これは筋肉量が多い方が、基礎代謝は大きいというのがもう決まってます。なんで、ムキムキの人の方が、代謝が、基礎代謝が高いんですよね。大きいんですよね。なんで、太りにくい、痩せやすいとは言いませんけど太りにくいですよね。勝手にエネルギーが燃えていく、カロリーを消費していくわけですからね。はい、これが、代謝アップってことですよね。なんで、その、なんですかね、基礎代謝とは違うんですけども、代謝でいうと、もう一個、循環の部分がありますよね、血液循環。はい、筋肉っていうのは、基本的にこうポンプのような役割があって、全身の血の巡りっていうのは、そのポンプ作用で、賄われてます。もちろん心臓という強い筋肉、心筋の力っていうのはもちろんありますけど、各所、もう頭のてっぺんから足の先までですね、筋肉を使うそのポンプによって血液循環というのは回っています。はい、これは体も、顔も一緒ですので、顔も筋トレしていくと、要は血の巡りっていうのは良くなります。この代謝アップですよね、基礎代謝じゃないですよ、その循環系の方の代謝アップです。はい、ですので老廃物が流れやすかったり、リンパの流れが良くなったりするわけですから、当然効果はあるということなんですよね。はい、それでですね、なんかお客さんから聞いたんですけど、その顔を鍛えたらあかんでみたいな言ってる YouTube で言ってる人は、なんか鍛えたら要はこうモリッとなるから、なんか顔ボコボコになるやんけみたいなこと言ってるらしいんですけど、それはまずないですね。はい、それはなぜかというと、筋肉の大きさが全然違いますよね。はい、この上腕二頭筋とか、この足の大腿四頭筋とかと、この顔の筋肉っていうのはもう大きさが全然違うんで、この筋肉を鍛えたところでですね、この盛り上がってくることはもうまずありえないですから。はい、なんでむしろ引き締まる効果の方が強くて循環もいいんですから、顔はシュッとなると、要は、たるみも防げるし、むくみ改善にもなるってことですよね。はい、要は、
筋トレで求めている効果が引き締まると、循環アップ、代謝アップですよね、小顔に、顔については。なんで、もうやればやるほどいいと思います。はい、で顔ヨガとかね、変顔体操とか、いろいろあると思うんですけど、まあ、正直何をやってもいいというか、筋肉に適切な負荷がかかって鍛えれれば、それで OK ってことになりますんで、はい、で皆さん、もしね、この動画を見るまで、筋トレした方がいいのか、その顔のね、筋トレした方がいいのか、どんなんやろって迷われてた方はですね、今日から顔の体操をガンガンやってください。はい。本日は、この、顔の筋トレについてお話しさせていただきました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは失礼します。